はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美志郎でございます。というわけで本日はですね、先日クリアしたデビルメイクライ5の新エンディングを見てみたいなと思いまして、チャレンジしてみようと思います。条件を調べたんですけど、やっぱりあのエンドロール中に一定数敵を倒すっていう感じみたいなんですけど、なんかその一定数が、攻略サイトによってちょっとバラバラだったので、10体って書いてるサイトもあれば十数体っていう風に書いてるサイトもあって、ちょっとどっちなんだろうって感じなので、やってみないと分かんないんですけど、まあひとまずダンテでめっちゃ敵を倒せば見られるっぽいので、頑張ってやってみたいと思います。でエンドロールまではあの前回の動画の繰り返しになってしまうので、噛んだカットしたいと思います。というわけで早速チャレンジしてみましょう。You're sluggish. Are you still wounded from your fight with Nero?あ、いけた？あれ、なんか私失敗したと思ったんだけど、いけたかも。これ見てないもんね。あ、いけたっぽい。Wow, no sign of him. Nothing. Yeah. かわいい。Then can I have this office?Because I've been thinking it's almost time for me to settle down somewhere. No, I don't think so. I rather quite like it. あ、そうか、ダンテがいない。あ、I hate to spoil your dreams, ladies, but that shit ain't gonna happen. What do you mean, Morrison? See, there's this deed to this place, and I have it. あ、そうなんだ。Why do you? Clever little devil came to see me right before his last job. Said something like.My dearest friend, I know you'll keep this safe because them crazy bitches. Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies. Anyway, the rest of the story is not important. You get the gist. I wonder if he even plans on coming back. Got me. Oh. What is important is I have a job for you too. Cause the rent ain't free.あ、また光熱費払ってないみたいなやつか。これ二人が魔界でってやつか。あ、すごい。お、あ、結局戦ってんの。懲りないね。うわ、かっこいい。Score for Dante. I'm up one. Where did you learn to count? We're even. Ah, old, ne? You know, I'm starting to think this is never gonna end. Maybe. Oh. You got plenty of time. かっこいい、ダンテ。いや、これは、お、これは見ておかなきゃダメでしょう。ねえ。ジャックポット。かっこいい。おー、すごい。あ、よかったー。C ですね。いや、なんかあの、バージルとネロでさ。あ、すごい。父親ってのはどいつもこいつも。あ、すごーい。あ、これはネロか。ねえ。さあ、あのネロとダンテじゃないや、ネロとバージルでさ戦うのがさ、久々にやったら結構難しくてさ。で、なんかね、結構オーブとかを使ってしまって、まあ C ですけど、よかった、見れて。なんか全然足りてないかと思った。なんかバージルもさ、その程度かみたいな感じのセリフだったから、よくやった、なんていうの、結構倒したじゃんみたいなこと言われてなかったから、あ、これ無理だったかなと思ったんだけど、いけましたね。よかったよかった。 OK。 というわけで、じゃあ今のが新エンディングですね。で、あのここでですね、実はなんと隠しエンディングもあるらしくてですね、できればその隠しエンディングも見てみたいんですよね。で、隠しエンディングはちょっと、これもう次へ進んじゃいましょうか。はい、というわけで、
今のが新エンディングなんですけど、なんと隠しエンディングもあるらしいんですよね。で、隠しエンディングもできれば見てみたいなと思うんですけど、ちょっと自分の実力的にいけるかわかんないのですが、チャレンジはしてみたいと思います。で、隠しエンディングなんですけど、このプロローグ、一番最初のミッションですね、ミッションというか、まあ、プロローグですね、このプロローグであのユリゼンを倒すと見られるらしいんですね。で、条件としてはこのクリアした後の引き継ぎデータでも OK で、かつ難易度は別に多分一番簡単なので大丈夫みたいなんです。とにかくプロローグでユリゼンを倒せばいいみたいなので、ちょっとチャレンジしてみようと思います。はい、一応ね、ネロがもうアルティメット最強強強ネロの状態なので、そのネロでしかも難易度簡単な方でプロローグをちょっとやってみましょう。そのユリゼンの戦闘の前まではカットしたいと思います。はい、というわけでユリゼンのところまで来ました。本当に倒せるのかね、てかまあでも相当難しいみたいですね。ちょっとムービーは飛ばしちゃいますね。で、攻略の手順としてはまず回避に専念だそうで、あー食らうね。いやこれ回避きついね。まずは回避に専念で、このオレンジクリスタルに弾を打ち込みまくると。いやこれ一番簡単な難易度でもこれか。うおーおーおお、これだって死んだらもうダメだよね多分。あのゴールドオブとか使えないよね確か。だからオッケー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 、なんとか逃げて、食らったら多分死んだら終わりってことよね。いけるのかな本当に。ちょっと頑張ってみるね。いやこれ壊せるのかな本当に、このクリスタル壊せる。あー待って、これ回避が難しい、回避が本当に難しい。壊せさえすれば多分あと魔人化、ネロで魔人化していくんだと思うんだけど、本当に壊せるんかいこれ。痛い。おーおーおーおお、回避が難しい。おいじゃ、これだってさ、つまりはさ、もっと強い難易度でさやるとしたらさ、本当に回復できずに、うわー、いやこれ厳しいでしょ。どんどん強くなるねやっぱ。魔人化したら多少体力回復する、マジンカで回復するか。 OK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 、 ちょっと回復しよう一回。本当にいけるんかいな。はい怖い、はい怖い、はい怖い。普通の回避で避けた方がいいかもね。よいしょ、これはまあジャンプで避けないと無理でしょ。これ当たるよね、当たる、死んじゃうわもう。いやこれは結構何回か練習しないときついね多分。何、どんな攻撃。はいはい、避けて。ネロくん、ネロくん死んだんじゃないのこれ。いやこれ1回じゃ無理ですね。 OK、 ちょっといけるまでチャレンジしてみましょう。いや惜しいとこまで行ってるんだけどね、あとこれだけなんだけど、どうしても倒せないのよ。もう私1時間ぐらいやってるよこれ。ダメだね。はい、というわけでちょっと今ね1時間ぐらいチャレンジしてみたんですけど、ちょっととても倒せる感じではなく、なんかねあとちょっとではあるんだけど、今このまま取り続けても多分集中力が続かないので、ちょっと練習してこようかなと思います。練習すれば多分いけそうな感じがするので、練習してもう一回また別の日にね隠しエンディングは撮ってみたいと思います。いやーこれ一番簡単なヒューマンのゲームモードで、かつネロは最強強強アルティメット最強強強ネロでチャレンジしたんですけど、それでも難しいので、通常の難易度とかそれ以上の難易度とかでこのプロローグのユリゼンを倒せる人が、きっといると思うんですけど、それは本当にすごいと思います。はい、めちゃめちゃ難しいですね。うん、なのでちょっと練習して
次動画撮るときは、いつもみたいに私超集中して本当に難しいときよく無言の動画を上げるんですけど、スーパー集中モードとか書いてね、できれば無言にもならずにクリアできるぐらいちょっと練習してみたいと思います。なので各シンリングの方はまた少々お待ちください。というわけで今日は新エンディングのみを、見ることができたんですけど、いや良かったですね。うん、またダンテが帰ってくるのを期待したいと思います。というわけでこの辺で終わりにしましょう。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。本当に励みになっております。もしよかったら今日もぜひポチッとグッドボタン、それからね動画の感想をコメントに書いていてくださると嬉しいです。それからメンバーシップやっております。毎月限定動画配信しておりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。あとツイッターもやっております。お気軽にフォローしてくださると嬉しいです。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。